そうですね、あの今までは、うん、ただこうやっぱりこう関節技というところ、テコの原料で、あの支点があって、はい、作用点があって、うん、力点があるというこう、まあこう、こういう、はい、あの、なんですかね、ここが支点なんで、こっちが作用点と力点なんで、はい、こっちでこう、で、腰を上げるっていう、はい、肘を決める感じですね、こう決め、はい。あ、大丈夫ですか？私、うん、大丈夫ですよ。このままですね。これですね。はい。はい、こういう、か、あの、うんうん、なんですかね。ファールカップも入ってるんですね。あ、そうです。ファールカップも入ってますね。まあ、これ、テコの原料ですよね。まあ、そうですね。テコの原料で、原理で、動いてっていうのですけど、うん、それを、今までやっぱりこう、うん、ただこう、テコの原料でこっち、腰を上げる、はい、こっちを下に上げるっていう、こういう動作ですね。はい。はい、うん、こういう、はい、うんうん、それを、あのこっちじゃなく、うん、あの相手がこういう気が出てるので、ね、こっちに導いてからこういう、あ、この方がやっぱ決まりっていうか、はい、効きがいいですね。深く入って、はいはい、こういう、あ、これはやっぱりいいですよ ね、 そうですね、はい、うん、この引っかかりでこれを握るんではなく、うん、こう、はい、伸ばすというか指先の方向を、ね、相手にこう引っ張りながら、うん、導きながら、うんうん、はい、それでこういう、そうだね、やっぱり、はい、いいですよね、はい、うん、これ今までだと こういう感じだったんです。これでも決まらないことはないんですが、うん、そうですね、結構そういうの、割と私も関節が割と柔らかい方なんで、はい、そうですね、はい、今みたいな方がやっぱり逃げれないですよね。そうですね、はい、なんか逃げれないし、しっかりこうあの相手の関節が、やっぱ3点決まってますよね、はい、肩と肘と手首がね、はい、このまま下に持ってかれると、はい、肩は決まってないですよ ね、 すね、やっぱ逃げ場がありますよね、はい、取られちゃうと肩も決まってますから、ね、相手に固定されて3点決まってますからね、はいはい、相手にこう、うん、出させるっていう、うん、伸ばせるの、でもあの、はい、この指先から気が出るとかね、はい、そういう感じのイメージを応用してるんだよね、そういう観点で、うん、面白いですね、はい、よくこういう、こういうパターンがあるんですけど、はい、これもやっぱりこう、こういうふうにやってこう、はいはい、力ずくでこういうふうに今まではこうやっていったんですけど、それをやっぱりこの 指先の方向にこういうふうに、これだと抜けますね、はい、ちょっとちゃんと見てみます、はい、これをいきますね、力ずく、まあ、力ずくでも多分こうなんですけど、それをこっちに、おお、そんなの抜けますよね、はい、うん、相当な力がね、こう摩擦がすごいですね、こう、うん、これなんか抜けますね、はい、で手の感じとしてどんな感じなんですか、え、こういう感じ、まあ普通なんですか、こうですか、方向とちょっとゆっくりやった、方向としてはこうです、はい、で今まではこうだったんですか、ね、手にこうだったんですけど、そうじゃなくこっちで、うん、それで、手だけなく、このこっち導きながら全身を使って、うん、これはいいですね、はい、全身の力が統合してますね、勃起、ね、はよく振るんですけど、うん、剣の動きが、うん、剣の動きを、うん、あの、あと上ですね、うんうんうん、上の動きがあのすごいこう体の動き、しっかり体が動かないと棒に振られるっていうのが、うんうん、まあ、確かにそうですよね、いうのがこう、うんうん、あの勉強になりまして、うん、それであの、まあ、本当ここで剣を振っていった時に、体の使い方がよくすごい分かる、うん、で心がブレることによってこの剣の下ろした時のこのブレだったり、うん、こういうふうにブレてしまったり、うん、また打とうと思うとやっぱり力みが入ってしまうっていうので、剣のこの修行っていう勃剣、うん、剣を振るっていうのがまあ、日本をこう何千年も剣を振ってきた理由っていうのがすごい分かりましたね、はい、だから剣を振るんじゃなくてもう体一つ全体でこう下に下ろすっていうのが、だからこう人を切らずとも剣を皆さん振り、皆さんなんか昔からもう何千年も振り続けてきたんだなっていうのがすごい理解します、うん、はい、だから今でも自分もこう
剣のトレーニングも、まあ、先ほどね、体を一つにするってもおっしゃいましたけど、はい、やっぱりあの心と体も一つになってるんですね、はい、心機体が一つになるんですよね、はい、それをやることによってね、はい、まあそこなんでしょうね、はい、あの黒田哲先生ね、危険体の一致ってこと言ってますけどね、はい、気と剣とね、はい、うん、まあ、そこなんでしょう ね、 そうですね、その武道の稽古をやるところですね、そうですね、武道で、うん、培われるものなんでしょうね、はい、うん、で格闘技だけどそれをやってやって体でやっとなんかそれにあこうじゃないかっていうのは気づくところがあるんですが、それをもう最初から武道の技術を取り入れて理解したところでその動きをやった方が、まあ今までのもう遺産を使った方がいいよっていう、ね、まあ、三輪選手もね命がけでやってきたね、はい、私も命がけでやったことありますけど、やっぱそれを先人がね、はい、本当に切られるか切られないかってね、はい、もっとシビアな状況でやってきてるわけじゃないですか、はい、それやっぱ残ってる英知がやっぱあるわけですよね、はい、それはやっぱり生かさないじゃないですよ ね、はい、すね、本当に今まではこう普通によく腰を回して、うん、これはでも間違いでもないですし、はいはい、あの形的にはこう、はい、こう打つっていう、はいはい、うん、こういうこれこう打ったらこの反動でこっちに水平回転、そうですね、あの、うん、要する、そうですね、このひねりの、そうですね、ねじり、はい、ねじりを使ったっていうのを、はい、まあ教わりまして、うん、それでずっと、まあ、初めは座って教わりました、ね、そうですね、はい、それをやってて、でこれをなんか木剣とかのこの振りとか、この、はい、あの落ちるこう、うん、まあいろんな言い方があるけど、あの、うん、立ち膝を抜く、ね、膝を抜く、何、うん、はい、なんですか、突き、なんなこれなんていうか、膝を抜く屈伸、まあ、ね、うん、はい、はい、ちょっと名前忘れちゃいましたね、はい、この動作がやっぱりこう、うん、剣にもこう入ってたり、うんうん、上とかにも、はいはい、上でもやっぱりここの部分で、今まではやっぱりこうボクシングとかでやったけど、ね、それをここからそっと、あ、なるほどね、はい、足が動いてますね、そうですね、一つでパンチもこういうこういうこういう普通のこうひねりが、だからここから剣でこういう蹴りと一緒でこういう位置で、はい、でここでもう一回こう溜めたものをひねるんではなく、こっちからスッ、はい、こういうのがちょうど体重がストーン、ストーン、ストーン、ストーンというふうに持ってこう、そうですね、全身が、そうですね、ただこのひねりで、ね、ここでストップさせるんじゃなく、うん、もう体も全部、確かに今の足さばきは合気道が生きてますね、はい、あ、そうですね、剣の方はね、はい、こうその字立ちに近いんですよね、はい、うん、だこういう足の動作自体が、うん、考えられなかったんですけど、私は、まあ、そうですね、よく剣でもね、はい、吉井さんとこうやってやりますけどね、はい、あの玉城義満さんという方は、はい、日本拳法空手道ね、はい、こういう打ち方をしてましたね、はい、この状態でね、うん、ね、そういう、そう、あ、なるほど、ね、こうですね、はい、こう使ってみたいなね、はい、うん、そういう使い方も、まあ、これ中継ブレードハンザハンザマンという立ち方なんですけどね、はい、うん、まあ、これもまあ投げなんかにもね、伊藤寸にも結構使う形ではあるんですけどね、あ、いや、うん、同じ感じですね、そうですね、うん、自分も最初はこうだったんで、うん、あ、こっちからこうですかね、やっぱり、うん、そうですね、ここでこっちをね、こっちを押さえてて、うん、で、こっちはガードだったんですけど、うん、今はここから、こうですよ、あ、まあ伸びますしね、はい、そうすると10センチぐらい、うん、そうですね、伸びると、非常に近いですね、ガードも、うん、ここだとやっぱり力みが出るので、もちろんこの三角筋が働いちゃうんです ね、はい、そうですね、だからよくボクサーでこう、はい、すごく才能があって目のいい人っていうのはガード低いじゃないですか、はい、やっぱこれで邪魔させたくないと思うんですよね、はい、そうですね、どうしてもやっぱ日本の武士とか中国の憲法のこの、うん、やっぱ
肩を沈めて肘を落とすってことをやるんですか、うん、こうはありえないですよね、うん、そうですね、こういうのは、うんうん、もちろんこうやってこうガードとかでね、守るやり方あると思うんですよ、はい、肩でショルダーでね、はい、ブロックするやつね、うん、ただまあ武道とかって言うとやっぱちょっとあんまりよろしくないですね、うん、あそうですね、うん、まあ結果こうなればいいんですけど、最初から肩で守るっていうだからこう自分が打っていって相手が来たらこう防ぐっていうんだったらいいと思うんですけどね、最初から肩で守るってなるともうスタートが違っていますので硬さが出ますよね、こういう打撃の部分でも剣の動きを利用して、ただ自分もやっぱりこう剣の動きでこう切るだったり打つっていう動きは野球とかもテニスとか打撃っていう打つっていう動作に対しては結局人の体を使いますので、同じ原理だというのに気づき、通りなんですよ。だから実はね、キックボクサーの石井誠選手っていう人と相高選手っていう人にもまあこういう体の使い方を指導させていただいて効果が出たんですけど、実は今60代とか70代の太極拳の生徒さんにもこういうことを実は教えてるんですよ、はい、太極拳の中で、はいはい、そうするとテニスとかゴルフとかやってる人でもすごい75になってもね、はい、試合とかで活躍、大活躍する人が出てるんですよ、はい、で高校時代野球の選手で、はい、中京大学で、はい、合気道、合気界のね、はい、系統の吉祥丸先生の解体教師だった人も、はい、一宮流というのを学んで、はい、まあ野球に生かすために合気道をね、はい、習った人なんだけど、久しぶりにこの石やったら、はい、みんながびっくりするぐらい軽く打っても飛んじゃうんですね。今おっしゃったように、はい、こういう体の動きとか ね、はい、体体幹部主導で打つとかね、はい、まあ、格闘技でも何でもね、はい、野球でも、ね、テニスのラケットでもね、はい、それ生かせばね、そうですね、で疲れないっていうんですね、はい、全然息が上がらない、うん、やっぱこう、そうですね、体幹部主導だと肩腕がの A 点から B 点の加速とかっていうのをする必要がないんで、うん、息切れないんですよね。ああ、そうですね。あ、そうです、そうですね。はい、ね、息切れないので、だからサンドバッグ1時間以上打っても疲れないんですよ。はい、そうですね。はい、体ごと打つと、おかげで楽に練習、うん、ミット打ちができる方法が学びます。そうなんですよ。だから多分、はい、40代過ぎてできるっていうのはそういうところに気づいてるからできると思うんですよね、はい、ただそれはよくたまにね、はい、40代過ぎても20代の時の同じ練習のやり方してる人は絶対こうなりますよね、はい、あ、そうですね、やっぱり、うん、それにはやっぱり限界がありますよね。限界なのかも、やっぱりさっきの打ち方でもそうですよね、はい、こうやってこうし回してこれでやってたら、はい、やっぱ若い人にかなわないですね。そうですね、これが、うんうん、すみません、ちょっと11セット台もう一度見せてください。11セット台、11セット台もいろいろ実はありまして、はい、中国の特警部の都心光先生という方はね、まあ、これ実際使ってなかなかいろいろこう上げていっちゃうやり方もあるんですね、うん、まあ、中国人の基本的にこんな感じなんですけど、はい、こうやって誘っといて、はい、でもね、こうロゴでも見るでもいいんですけど、はい、こうやってここまで入って、はい、ここからこのこうなりですね、まあ、関係上ですね、はい、うん、これが今十字切包帯で、はい、このまま入りながらも今度はこう、はい、こう入っていくと、はい、こう包帯で投げるとか、はい、こういう技に変化して、はい、でこのまま入ってこのまま入ってこのまま入って今度はこっちで、はい、投げるとかですね、はいはい、でこの3つぐらいがまあ基本になるんですけど、はい、やっぱ中国のサンダというのは武術を元にしたものなので、うん、はい、こういう動きが結構あるんでね、結構私は使ってる人いないけど使えるんじゃないかなと思うんですよね。まあ完全に読めればこう構えてて、はい、こう構えてて緑に対してこう入って投げたりできると思うんですよね、はいはい、ただまあ安全策としてまあこのまま入っていってね、こう変化でまあこう入っていきたいところですね、はい、私なんかだとね、はい、はい、うん、うん、できると思うんですけどね、うん、うん、どうですか、ちょっとやってみますか、はい、こうミドルでいきましょうか、はい、そうですね、これ、まあ、これもいいですよね、こういう向け方もね、はいはい、まあ、中心守りながらまあこういう感じですかね、こういう感じですかね、こういう感じですね、はい、まあ、ちょっとこういう感じでこのまま、そうですね、そうですね、でこのまま例えば私はこう何かした時にこのまま前に出ればですね、このままこう、はい、はい、はい、こう守りながら、はい、うん、そうその感じでこう、はい、自分がもうこうなってればいいんですよね、はい、うん、そしてこういった時にもこれドン、はい、したらもうだからもうやり
自分の技を出せばいいけど、はい、これがこのミドルキックでなんだけど、はい、もうそ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 う、はい、もうそう、はい、でそこで左取り行くとまあ危険があるので、はい、ここの接触したとこからの喧嘩っていうことになるんですかね、はい、うん、こっちなんですか、あ、そう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 です、そうそうです、で少しこう、はい、肘伸ばしてると危ない、ちょっとこう丸み持たせてですね、はい、で今こう、そうそうそう、はい、それで触れたとこからこう変化、あー、なるほど、こうとかね、はい、こうとか、はい、ちょっとゆっくり、そう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 、はい、それでできれば、はい、こう取ったらやっぱりこの相手を崩す方向ってあると思うんですよね、はい、そうですね、だ今のだとミドルだとまあ一つの方向としてはやっぱこう来ますよね、はい、こう来てこういったらやっぱアウトじゃないですか、はい、こっち行ったらもらっちゃいますよね、はい、ではこう入ってこう入った方がいいですね、こっちね、もしくはまずまっすぐ入って、はい、ちょっと入ってこれ、はい、れも崩れてますね、はい、ここでこっちで上げて、こっちで下げて、はい、こうかけてから取りますよね、ごめんなさい、3点で、ね、あそう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 、はい、これがこう入るというんですね、はい、こっちで下げて、あっちで、あ、こう上げて、そう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 ですね、はいはい、だから対局のこういう動きがあるんですけどね、はい、こうこっちは下げて、こっち上げて、こっちで投げる高的って言われるんですね、そう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 、こう接触して、はい、でこれ変化してこう入るんですね、はい、こう首をこう、こう決めちゃって、こっちをこう上げると、もうこれでもう、はい、あ、はい、多分、あの、都心高先生って人が、サンダはね、剣道と合気道に一番似てるってことを言ったんですけど、直線でバリながらそこにこう円の動きが出てくるっていうかね、だからよくここでこうやって、こうやって打ってこうやって、はい、でタックルとかっていう動きじゃないんですよね。はいはい、うん、その辺を美南選手はね、心身統一大会でいろいろ生かせるんじゃないかなと思うんですね。そうですね。これをその場で感じ取ってできると、これを狙って狙ってしまうとダメですね。だから相手に感づかれたり、自分が狙ってますよっていう顔つきだったり、こうダメです、ね、形に入ってしまうので、自然に出ればいいんですよね。そうですね。こんな場でこうスッて出ると、歯を磨く時だったり、朝起きてからもう寝る、起きる瞬間、歩く、顔を洗う、歯ブラシの持ち方、コップの持ち方。うん、外出る人との挨拶、もうすべて、土台ベースを、心身統一させて、常に超人でいられるようにしてます。だから、まあ、箕輪選手と初めてお会いした時、お話した時に、ね、息を合わせたのがそこの部分 で、やっぱりもう歯磨きしてる時も、こう歩いてる時も、はい、自転車乗ってる時も、階段登る時もね、はい、全部やっぱこう。まあ、もうそれは鍛錬とかね、はい、もう前例は幼獣座がになってるわけですよね、はい、それを四六時中やってるからね、はい、まあやっぱり、まあ、それなりのね、うん、ここまでいけると思いますしね、はい、うん、まあ私も昨年の太極拳特集の時ね、はい、達人名人超人新人っていうレベルがね、はい、新人を目指してやりたいってこと言ってますからね、だからまあやっぱりね、こうそうやってねやられてるのかなと思いますよね。